コルバラ軍はセルビア西部の軍。中心地はバリエボ。軍名は中心地バリエボを通るコルバラ側に由来する。法律する基礎自治体名の宇宙部とリーグもコルバラ側の支流の名前に由来している。2002年の国勢調査による人口は19万2204人である。軍には6つの基礎自治体がある。 2002年の国勢調査による民族別の人口構成は次の通りである。バリエボには歴史的、文化的遺産のうち特筆すべきものとしては、ムセリモブコナク、ネナノビチの塔などがある。コルバラ軍の主要な産業は、金属工業と農業と食品産業である。軍内のウブなどには、埋蔵量の豊富な石炭の丹田があり、大規模な露天掘り採掘が行われている。 ありがとうございます。